なのでもうなんか赤丹の教祖様のプレイングを見させていただきましょうか、はい、注目ですね、はい、しかしここでダブルマリカンですが今度は大丈夫なんですね。小口選手がワンマリガン、はい、山本選手はダブルマリガンでスタートということです。はい、川口さんは伝統のティムール、うん、やっぱこうなりますよねやはりもう本当に中村選手が言った通りの、いやよかったよかったオアラムのマリガンという展開ですが、僕結構フラグ作るタイプなのでこう言っといて上の方が全然違うみたいなのだとそれはそれでだと思ったんですが、うん、はい、はい、道路の召使いからのスタートで、それにショックで合わせられなかったのはちょっと、うん、まあ、しょうがないですね。ダブルマリガンをしているので、まあ、稲妻の一撃で、うん、テンポ損ですが本当にしょうがないといった形でしょうね、うん、で調和で、まあ、多分森を持ってきて一番いい展開としてはここでもう一度召使いを重ねるかな、うん、まあ、これでもいいかな、うん、ちょっと痛いですね。エネルギーが霊気拠点からでやっちゃったので3しかないので4で、キャブキバナガ銃の子を出すのがベストムーブなのですが、うん、まあ、これ実質生き残ったのでもう問題ない、うん、で44以上の対処ができないキバナガ銃ができましたという形で、これはかなり川口選手、はい、テンポとしてはいい、そうですね、ほぼもうここでゲームエンドといっても問題ないレベルですね、うん、いですというのも 4-4 以降からさらに 5-5 になるポテンシャルを持っちゃっているキバナガ銃の子を赤丹側が倒そうとするとどうしても2枚カードを使わないといけないのですけど、山本さんダブルマリガンしている上で、うん、そんな余裕が多分ないんですよね、うん、これ無理やり損を覚悟で殴りに行かないとダメみたい なでそれに対して除去を持ってますね。これもチクレイナズマ、はい、でライフもされている盤面も盤面のサイズも厳しい、ハゾレと引いてとりあえず盤面を止めるしかないんですが、うわーチャンドラまで出てきた、でプラスからのパーフェクトですね、で2回パンプしてロックになってでチャンドラも対処しないといけない、ハゾレとトップしてもライフが詰まっているのでもう無理かな、うん、一番後もかなり、そうですね、まずは最低でもチャンドラを対処しないと、うん、ここからそのカードが毎ターン1枚差がついてるとお話にならないので、うん、盤面でも負けているし、うん、それから先でも負けてしまっている、うん、というのを防ぐためにはまず盤面を潰さないといけないんですが、盤面を潰した場合6677のキバナガ銃がひどいことになっている、うん、ライフがもう持たないですからね、うん、とりあえずやるだけやってみるみたいな感じですかね、チャンドラを壊しに行って、いや別に壊す必要もないか、これで届きましたね、うん、チャンドラ本体でキバナガ銃パンプパンプで合計で8点の10点でちょうどぴったりですね。タップアウトなんでおそらくそうするだけかな、これ以上のことはないか、そうですね、本体で8、うん、だ念のため殺しましたか、おお、なさあこれでさ、まずは川口選手が1本目は取ったと、はいですね、最初からある状態でスタートというのは結構初めて聞いた
やり方かもしれないです。あ、しまった、これもしかして、もしかしてこれ何かで書いたりしたりしたらネタになるやつでしたか。かなりこれはネタに、まあ、掘り下げて書いていただけると多分テストポイントも友春あたりに合わせるとやり毒ハッピーテクみたいな感じですか。懐かしの単語でありましたけれども、さあ2本目ですが、はい、今回もお互いマリガンをしてスタートですね、はい。山本さんがハゾレとアリの手札で、うん、まあ、ハゾレとだけちょっと動きが硬いですね、うん、これはまあ除去されにクリーチャーを出すかな。どのみちハゾレとを出すときにある程度手札を消費しておかないといけないので、うん、山本さん的にはこのターンにそのクリーチャーを出してほしかったんだろうなという。あー、なるほど。でテンポゾーンを嫌って出さずにターンを返しました。でここでクリーチャーを出してほしいな、でそれにショックか何かで合わせて、で自分から、攻撃に行けるハゾレット以外のクリーチャーですね、うん、を出してどうするの対処をしないとダメージ食らうよみたいな形のゲームプランにした方がいいという判断ですね、まあ、おそらく除去で除去の種類で悩んでたと思うので、稲妻の一撃かあるいは逆迫かな、うん、おそらく今はライトニングストライクとちょっと迷ってたのかの、はい、迷っていたのかなと思うんですが、うん、でしょうね。これで今手札が2枚ですか、うん、ハゾレトが僕ハゾレトしか確認してないんですけど、ハゾレト土地があればベスト、うん、というのも土地を置いてハゾレトのアタックができるからなのですが、うん、まあ、それができなかったのかな、うん、じゃあとりあえずハゾレト出してターンエンドかな。これカーリゼブをつけましたね。でライトニングストライクを構えているという形なんでしょうかね、うん、確かに確かに。それだったらそうですね、うん、エンドにナズマの一撃を本体に打ち込んで、まあ、これは素直に殺されますね。でエネルギーが8個都合、うん、まだ大丈夫。一応その純正ティムールと赤タンのマッチアップでそこそこ気をつけないといけないのが、はい、サカゲハイドラがエネルギーが9個の状態になると、はい、ハゾレトを止めれることができると。おー、なるほど。そうですね、これそこそこの頻度で発生するので、うん、それを考えてもやっぱりハゾレトは出すよねという感じで出して、うんうん、全員で攻撃でしょうね。すごく動き的には何か持ってそう、一番この状態で厳しかったのが本質の産卵なんですけど、うん、それはなかった、まあ、一安心といったところなのですが、まあ、まだまだここで攻撃した場合どういう未来になるかというのを考えてますね、うん、ありそうなのが、まあ、何かしらでエネルギーが一つ溜まって除去とかで合わせられるですかね。でハゾレとブロックみたいな形、うんうん、で予想よりかだいぶ甘めの、そうですね、サクハクです。これ赤マナを使ったらエネルギーが一つ減ってないとダメじゃないですか。そう、あ、山、そうですね、どこから出したのかな。ここで旅外の応酬がされて、ライフが一応6しかないの で、うん、でここで追加で1点が入り、うん、微妙、うん、と分からなくなってきましたね。チャンドラも山本選手手札に引き込んでいるが、一応チャンドラは多分本体モードですね、うん、でここで多分1点を追加で入れて、
で攻撃した方がいいと思うんですけどね。そうですか。どうでしょうか、うん、一応これは両方攻撃しないとチャンドラが起動で都合でぴったり死ぬよということで攻撃しなかったんでしょうね、うんうん、攻撃した場合、はい、あの稲妻の一撃で勝てるという可能性があるので、まあ、それとの天秤でどっちがいいかという話なのですが、うん、一応このターン中に山本さんがライフを削り切られるということはないと思うので、うん、でそうですね、うん、チャンドラが落ちてでおそらくここでハイドラも全開で次のターンには絶対にゲームに勝つぞと。あちゃー、あーなるほど、こういった場合のことということですね。そうですね、うん、まあ、どっちがいいかで山本さんは多分こっちの方がいいという判断なんでしょうけど、うーんダメですね。コピーしてで10点ありますね。11点かな、ここで山本選手投了ということで、スタンダード最終ラウンド、勝利したのは川口哲選手でした。おめでとうございます、はい。